こんにちは、ギャステッピーです。このチャンネルは身近な食材を使った料理で心も体も健康でハッピーに暮らしたい、そんなあなたにとっても簡単な薬膳料理を紹介していくチャンネルです。薬膳料理ってなんだか難しそうと思っていませんか？でも大丈夫、私が簡単に作れちゃう薬膳料理をお伝えしていくので、あなたのメニューにぜひ加えていってくださいね。今日のおすすめ食材はアサリです。アサリは体の余分な熱を取り、のぼせ、ほてりの症状を和らげてくれます。利尿作用もあるのでむくみにもいいですよ。春になるといわゆる自律神経も乱れやすくなって、イライラしたり怒りやすくなったりと、少し情緒も不安定になりがちです。そんな時にも取り入れるといい食材です。冬から春へと季節が変わる頃は、体にたまったいらないものを出していくことが大切です。アサリの他にも豆乳、豆腐、キャベツ、豆苗、セロリ、冬瓜、菜の花、三つ葉など体の余分な熱を取る食材を使って出していきましょう。ほてりやのぼせが気になる方は、エリンギ、人参、イカ、ハマグリ、ホタテ、チーズなどの体を潤す食材も組み合わせて取り入れてみてくださいね。それではアサリと豆乳スープの作り方をご紹介します。材料はアサリ 200g、 豆乳 200cc、 人参1/2本、エリンギ1本、パセリ適量、白ワイン 50cc、 水 200cc です。アサリを入れます。アサリの口が開くまでしばらく待ちます。たら一旦アサリを取り出しておきます。バターを入れて人参、エリンギを炒めます。ある程度炒めたら一旦火を止めます。先ほどのアサリのだし汁に野菜を加えて柔らかくなるまで煮ていきます。野菜が柔らかくなってきたら豆乳を加えます。先ほどのアサリを戻していきます。コンソメ、お塩、胡椒で味を整えます。これで出来上がりです。いかがでしたか？このチャンネルが役に立ったと感じていただけた方は、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。